アマゾン政治メーカーキャンバスを使ったノーコード機械学習というタイトルで発表させていただきたいと思います。えっと、この Amazon 政治メーカーキャンバス自体は11月末ぐらいですかね、去年の11月末に発表されたようなサービスになっていまして、非、まあ、エンジニアでも高精度の機械学習を簡単に実行できるというところで、まあ、一部は話題になっていたというところになります。で今回、どういうふうに使えるかというところまで紹介できればいいかなとは思っています。 で今回の発表内容では、機械学習でどういうふうに動いているかであったりとか、どんなアルゴリズムなのかとか、そういう詳細なところではなくて、あくまでも Amazon 政治メーカーキャンバスをどうやって使っていくのかっていうところをお見せできればなというふうに思っています。はい。えっと、簡単に自己紹介だけさせてください。えっと、私、西岡と申します。でもともと大学院で位置情報のデータを用いた機械学習の研究をしており、まあ、それで、えっと、 博士を取ったというようなものです。で、博士の途中でデータサイエンスのスタートアップであるトライディアっという会社を立ち上げました。で、そのスタートアップを2018年に違う会社に売却して、で売却先で CTO として3年半ほど勤めて、昨年の10月末に退職したという流れになります。で、今は CDP のスタートアップのお手伝いをしたりとか、また新しく自分で株式会社データインフォームドという会社を立ち上げて、まあ、そちらでプロダクト開発をしようとしているというような状態です。 で今までは、えっと、プロダクト開発チームであったりとかデータサイエンスチームの立ち上げなども、えー、やってきていますというところです。で今回のお話なんですけれども、Amazon 政治メーカーキャンバスっていうものはそもそも何なのかっていう、まあ、ご紹介でを最初にして、その次に Amazon 政治メーカーキャンバスのデモを、えー、お見せして、で最後に、えー、とまとめとして Amazon 政治メーカーキャンバスを使用した感想というものを、えー、ご紹介しようと思っています。 で最初に導入なんですけれども、まあ、最近、機械学習の民主化がかなり進んでいるなというふうには思っていまして、まあ、今までだったら研究者が書いていたもの、一番最初だと研究者、まあ、それこそ機械学習を研究している人がのみが機械学習をやっていたというところが、えーっとまあ、それで SKLearn などのライブラリが開発されるようになって、エンジニアでも全然書けるよ、機械学習のことを全然知らなくても書けるよというふうになった,りであったりとか、あとは、えーっと まあ、ハイパーパラメーターチューニングとか、もうすえここ数年だとすごく重要になってきていて、まあ、ハイパーパラメーターチューニングであったりとか、モデルを組み合わせてアンサンブル作っていくであったりとか、まあ、そういうのも、えーとまあ、専門家じゃないと難しいっていうところもあったんですが、でそこが、えー、とオート ML によって誰でも簡単に最適化できるようになったりであったりとか、あとは、えー、と機械学習のそもそも実行環境の構築って大変だよねっていう。 こともあったんですけれども、今だと Google のコラボラトリーであったりとか、Amazon 政治メーカーっていうものを使えば、すぐに機械学習を実行できるであったりとか、どん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 その機械学習っていうものが身近になって、えーと、スペシャリストじゃなくても使えるようなものになってきているっていうような、えー、背景があります。でね もうここまで来たら次何があるのかっていうのは、まあ、そもそもこのアルゴリズムの実装であったりとか、まあ、SKLearn とか AutoML とか Google コラボラテリーとかを使うっていうところだと、まだまだやっぱりこうコードを書かないといけないっていうところがハードルとしてあったんですね。で、そこでそのコードを書くのが大変だから、じゃあもうコード書かなくていいようにしようっていうふうに出てきているのが、あ アマゾン政治メーカーキャンバスだったりします、まあ。いわゆるノーコードって呼ばれているような世界ですね。ノーコードで機械学習。まあ、正確にはノーコードでオート ML を実行できるようなサービスとなっています。研究者が,開発し研究者がやっていた機械学習というものがエンジニアがやるようになり、エンジニアではなくて、今だともうビジネスパーソン、普通にこうマーケティングをやっている人であったりとか、プログラミングができない人でも機械学習ができるようになっているような時代です。 コードが書けない人でも機械学習を実施できるような時代になってきているので、まあ、より多くの人が機械学習のまあ力を使ってで次のこう自分の施策を考えたりであったりとか会社としての意思決定をしていくことができるようになったということです。 でアマゾン政治メーカーキャンバスってそもそも何ですかっていう話なんですけれども、ちょっとだけあのアマゾン政治メーカーの、えー、プレスリリースのところから、えー、どんなものかっていうのがまとまってきたので、そちらを引っ張ってきましたでセ。政治メーカーキャンバスっていうものは、アマゾン政治メーカーと同じテクノロジーを活用して、データのクリーニングと結合、内部での数百のモデルの作成、最もパフォーマンスの高いモデルの選択、新しい個別予測、またはバッチ予測の生成を自動的に行いますと。 いうことでまあ、機械学習でやらないといけないような、まあ、クリーニング結合であったりとか、まあ、複数のモデルを走らせていいモデルを作るであったりとか、まあ、そういうところをまあ自動的にやってくれますよということですね。であとはバイナリー分類であったりとか、まあ、複数クラス分類、まあ、数値回帰時系列予測など複数の問題タイプをサポートしています。で政治メーカーキャンバスにおいてはあのどんな問題を解こうとしているかというところも自動的に判別して、えー、と問題の設定をしてくれるというところです。 でこれらの問題タイプにより、行動一行も記述しなくても、不正検知、チャーン削減、インベントリの最適化など、ビジネスクリティカルなユースケースに対処できますというところです。まあ、この文章だけ見ても、何がなんだかわからないと思うんで、まあ、後ほど、えー、でもお見せするので、ね、どんなふうに実行できるかというところで感じてもらえればなというふうに思っています。 アマゾン政治メーカーについて詳しい人だとちょっと気になることとしては、まあ、政治メーカースタジオってありますよね、そもそもで。その政治メーカースタジオと何が違うのっていうところを、えー、気になると思いますとで。政治メーカースタジオと、えー、キャンバスの違いっていうところは、まあ、簡単に言うと政治メーカースタジオは、まあ、いろんなことができます。 プロフェッショナル向けですっていうところが政治メーカースタジオです。まあ、端的に言うとですね。で、キャンバスの方はもうやれることはもうかなり限られていて、細かいチューニングとかそういうものは全くできません。で、その代わりに非エンジニアでも使えるような簡単な UI になっておいて、迷うことなく使うことができる、機械学習が実行できるっていうような環境になっています。 まあ後ほどあの画面を少しだけお見せするんですけれども、スタジオに関しても、と,とにかくこうスタジオって一回開いてみると、なんか何がなんだかわきはからんみたいな話のツールになってるんですけれども、まあ、それに比べてキャンバスっていうのは、本当にこうやれることというか、そもそもボタンが少ないであったりとか、あのメニューが少ないっていうところがあって、か,んたかなりこうシンプルに使える、ポチポチしてるだけで使えるっていうところが、やっぱりこう利点になってくるかなと思います。 アマゾン政治メーカーキャンバスなんですけれども、まあ、現在のところ、残念ながらこう東京リージョンとかにはた、えー、対応していませんと。政治メーカーキャンバスが使えるところとしては、オハイオ、バージニア、オレゴン、フランクフルト、アイルランドというふうにちょっと限られたリージョンだけになっているので、まあ、大体の場合は、まあ、米国のオハイオであったりとか、バージニアとか、まあ、こオレゴン、まあ、この辺りを使っていくことが多いのかなというふうには思います。で政治メーカーキャンバスを実際に開くと、ですねあ政治メーカーの、えー、メニューを、えー、AWS のコンソールから 開くと、えっと、左の方にですね、スタジオ、R スタジオ、キャンバスというふうに、まあ、この3つが選べるようになっていて、まあ、ここからキャンバスを選んであげると、政治メーカーキャンバスが起動するというような流れになります。で アマゾン政治メーカーキャンバスを始める前に、ですね政治メーカーキャンバスで大きく分けてこう、ステップが4つに分かれていますというところで、この4つのステップをやっていくんだということを、えー、あらかじめ頭に入れておいていただくといいのかなというふうに思っています。で1つ目がデータを選択する、2つ目がモデルを構築する、3つ目がけ結果を分析する、4つ目が予測というような流れです。まあ、データの選択に関しては、文字通りですね。 どんなデータを使ってトレーニングしていくかっていうところを、えー、調べていきます。で、データをもちろんあのそのままアップロードしたりであったりとか、S3 から引っ張ってきたりとかできます。で、それと、あとはデータの簡単なジョインですね。アウタージョイン、インナージョイン、まあ、えっ、ー、と、いろんなジョインを、えー、試すことができます。で、複数テーブル、マスターテーブルとかが別にあったときに、えっ、ー、と、まあ、今回訓練したいデータと結びつけるために、えー、マスターデータをジョインするっていうことが、えー、UI 上で簡単にできるということです。 あとはデータソースとしては、レッドシフトであったりとか、S3 であったりとか、スノーフレーク、3つが、まあ、今のところは確認できているものになっています <laughs>、えっと。スノーフレークとかも使っている人も多いと思うんですが、まあ、一般的には S3 を使ってやることが多いのかなというふうには思いますね。で、次、ステップ2つ目ですね。モデルを構築するというのはどういうことかというと、まあ、目的変数として何を。 選びますかっていうターゲットカラムを設定して、であとはどんな問題を解くかっていうチェンジ、あまあえー、どういう問題を解くかっていうのを、えー、決めで、その後、えー、ボタンを押してビールドするだけっていう流れですね。で3つ目、で実際に、えー、ビルドして、えー、モデルが構築された後にですねで、どういうモデルだったのかっていうことを分析することができますと。 アキラシが例えば88.6%になっていますよであったりとか、えー、予測に対してどの変数が効いているかっていうのも見ることができます。で最後ですね、4つ目のステップで、えー、予測を行っていきます。で、政治メーカーキャンバス、この後お見せするんですけれども、えー、バッチプレディクションとシングルプレディクションの2つが用意されていて、マッチプレディクションだと、えー、テストデータを与えて、まあ、CSV として与えて、一気にこう予測してみる。 もらうううっってていうようなことをやってでシングルプレディクションの方に関しては、一個一個こう自分で変数を指定して、それで予測はどうなるのかっていうのを見ていくっていうような流れになっていきます。はい、ここまでちょっと駆け足だったんですけれども、ここからあのメイン今回のメインのお話になるステージメーカーキャンバスのがどういうふうに動いていくかっていうのをお見せしようかなと思います。で今回利用するのは、バージニア北部のリージョンを使ったものを で、ロールとかを作らないといけないんですけれども、自動生成ができるんですね。政治メーカーを使うときにで。その自動生成されたロールというものを使って、えー、行っていきます。で、これが実際の画面ですね。政、え、治、ー、メーカーキャンバスを選んで、でこのでそこで、ねえー、左の方に政治、えー、メーカードメインで、ね、スタジオとか R スタジオとかキャンバスとかあるんですけれども、まあ、今回は、えー、キャンバスを選びます。 でそうすると、もうすでにあの作ってあるキャンバスのインスタンスなどがあるので、でこれをえーとローンチアップでえとキャンバスを選ぶという形ですね。これだけです。でここまでのセットアップというところは、ちょっとエンジニアに手伝ってもらわないと厳しいかな。あ厳しくはないんですけれども、ちょっと AWS コンソールとかを使い慣れてないと、この環境まではたどり着けないかなというふうに思います。でこれが今お見せしているのが、 政治メーカーキャンバスのトップ画面というふうになります。まあ、こういうふうにかなりシンプルなんですね。ちょっとあの政治メーカースタジオと比較してみる,るとス、スタジオの方はこんなふうにもういろんなメニューがあってこれ、そもそもどれを選べばいいのかわからんというような状態だと思うんですけれども、政治メーカーキャンバスの方だと、まあ、こんなふうにシンプルなボタンとかも少ないものになっていますというところです。 でえっと、じゃあ、1個1個やっていこうかなと思うんですけれども、今回あの予測のところまでやっていくので、えっと、少し早めになるかもしれないんですが、始めていきます。で大きな、えー、メニューとしては、左側に2つのアイコンがあると思うんですけれども、モデル一覧と、あとはこ,こちら何かっていうと、データ一覧ですね。データとモデル、この2つが大きなメニューの区分けになります。はいでえっと モデルに関しては、この画面からニューモデルっていうもので新しく作っていく。まあ、つまり、機械学習を実行するときは、基本的にはニューモデルっていうところから始めていくっていう流れになります。でデータの一覧に関しては、もうすでにいくつかアップロードしてあるんですけれども、えー、とちょっとインポートっていうのを押してみると、こういうふうに S3 から選ぶことができるんですね。S3 で、ここのえとすでに S3 にアップしてあるデータっていうものを、えー、例えばこういうものを読み込むっていうのをやると、えー、とプレビューとかで まあ最初の100行読み込んでくれて、こんなデータですよっていうのを確認してくれて、であとはヘッダーを見て、カラム名とかもきちんと自動的に判別してくれたりとかしてで、これで問題なければそのままインポートするっていうような流れになります。でもちろんあのアップロードっていうこともできるんですけれども、ここ今あのディスイブルされてるような形になっていて、アップロードってデフォルトのセット設定だと、とウェブブラウザ上からファイルのアップロード。 でできないんですねでこれあの、どういうふうにすればいいかというところを少しだけご紹介すると、えっと、一旦、えーまあここ、かなりわかりやすくてですねえ、まあ、できないんだったらここ見てくださいというふうに書いてあるので、これ,これ見ましょう。S3 の、まあ、ちょっと読むのはあの大変なので、S3 のバケットの設定をちょっと変えてくださいとで、えー。クロスオリジンリソースシェアリングのところにこの設定を追加してくださいという話があるので、 実際にこうバケットのパーミッションを開いて、まあ、これもエンジニアじゃないとちょっとやりづらいかもしれないですね。まあ、こういうところにそのままドンと貼り付けてあげるとで。この設定でバケットのリシーあパーミッションを変更できました。でえー、っとこれを一回リロードしてみましょうか。ちょっと読み込みが遅いですね。はい。 でこんな感じにドラッグドロップで CSV ファイルのアップロードというのもできるようになるというところですで。この設定自体はエンジニアとかに任せてしまった方がいいかなというふうには正直思います。で、一旦あのデータっていうのはこういうふうに S3 からアップロードしたりとか、ウェブブラウザ上からアップロードしたりというところをご紹介できたかなと思います。で、コネクションとして S3 のものを S3 以外をやりたい場合に関しては、右側のアドコネクションというところを開いていただいて、スノーフレークであったりとか、レッドシフトというものを指定してやっていくといいかなと思います。はい、ここまでがデータのアップロードとかの話になってくるんですけれども、まあ、実際のモデルを作っていきましょうというところでやお見せしていこうかなと思います。はい、でやり方としては、ニューモデルというところで右上の方から選んでいきます。で今回、タイタニックのやつをやるの、ね、よ。まあ、サンプルでいいかな。サンプル。 タイタニックサンプルっていうモデルを作っていきます。で、タイタニックのデータ自体はすでに S3 でアップロードしてあって、S3 の方から、えー、この政治メーカーキャンバスの方に読み込んであるような状態で、えー、とファイル名としては train.csv というふうになるので、まあ、セレクト、最初の先ほど紹介した4つのステップがここに並んでるんですね。セレクト、ビルド、アナライズ、プレディクトっていう流れで、まあ、最初のサイ データ選択というところでセレクトで訓練するためのデータというものを見ますと。まあ、一応、プレビューはできるので、ここでプレビューしながらデータっていうのが正しいかどうかっていうのを確認しながらやっていけるといいかなと思います。はい、でトレインを読みますで。セレクトデータセットってやると、まあ、こんな感じにもう迷うことなくそのままで,できると。 で、えっと、今回、セレクトカラムとプレディクト。まあ、ここでターゲットカラムっていうものを選ぶんですけれども、ターゲットカラムっていうのは目的変数なので、まあ、生き残ったかどうかっていうサーバイブドっていうものを今回は指定していきます。で、指定したら、ま、それだけで、こう、えー、と、サーバイブドっていうところ、カラムの中にどんなデータが入っているかっていうのをバーッと調べてくれてですね、で、どのくらいの割合で、ま、0なのか1なのかっていうのもできます。で、今回の場合は、その、えー、っと、モデルのタイプ、 目的変数を見て、じゃあ日分類の問題ですよねっていう話が出てきて、まあ、2カテゴリープレディクションっていうものを,、えー、を自動判別してくれてますと、キャンバス自体が。じゃあ、もし問題として違うよっていう話があるんだったら、まあ、他の方で、ねえー、他のマルチプレの、えー、とモデルですよであったりとか、ニューメリックのモデルですよっていうのを選んで変更するっていうこともも,もちろん可能ですというところです。はい、で、今回はこのまま日分類の話でいこうかなと思います。 はい、で今、目的変数を指定したという段階なんですけれども、下の方にでにね、他のカラムも、目的変数はあのターゲットっていうふうになっていて、で、他のデータっていうのはどんなものがあるかっていうのが、ここに並んで見えるようになっています。で下の表を見ながらですけれども、これはあのリストビューなんですけれども、これをえっとグリッドビューに変えると、まあ、それぞれのデータ、カラムっていうものがどういう分布でデータが入ってるかっていうのを見ることもできます。 例えばなんですけども、性別,性別とかを詳細を見たいというときは、こういうふうに中身を確認することもできるということです。はい、で、今、え、回、っと、はあの予測に必要なカラムっていうのは限られているので、まあ、おそらくパッセンジャー ID とか関係ないかなとか、まあ、そういうものは外しちゃうっていうのは、この段階でやります。で、今、ここをえっとクリックしたことで、カラムっていうのが削除されたと思うんですけど、ちょっとあのここを見ていただけると、これ、外すとですね、 なんかポチッと出てきますと。これ何なのかというと,、えっと、モデルを作る際にですね、トレーニングデータをどんな操作したかっていうものが、えっと、モデルレシピっていう形で出てくる形です。で、今回はパッセンジャー ID を落としたので、ドロップカラムっていうところで、パッセンジャー ID ドロップしましたよっていうのが、えっと、ここでモデルレシピとして、えー、表示されるというものです。はい、ここまでで、ねえー、とりあえず訓練のための準備やってきましたというところです。で 一応、モデルに関しては、まあ、プレビューモデルっていうので、ね、サクッとこうどのくらいの精度が出そうかっていうのを、あらかじめ計算できるんですね。なので、このプレビューモデルっていうのをやると、ちょっと時間かかる可能性があるんですが、えーまあ、そんなにかかなかったですね。83.8%ぐらいまでいけるんじゃないかっていうところを、えーこの、この状態のデータとして出せるというところです。 で実際に、えー、とビルドするときはこのクイックビルドっていうのをやるんですけれども、えーと、一応スタンダードビルドとクイックビルドっていう2つがありまして、この、まあ、スタンダードビルドっていうのはある程度のデータ数がないといけないんですけれども、結構あのいろんな、えー、ことを試してくれるっていうので、まあ、<laughs> かかる時間はちょっと見にくいかもしれないんですけど、2から4時間ぐらいの計算をやってくれますっていうことをやりますとで今回はそれをやらないですね、えーと、クイックビルドの方で2から15分ぐらいの、えー、ものでやろうかなと思っています。 とはいえどもですね、えー、とここで実行するとめちゃくちゃ時間かかってしまうので、一旦計算してあったものを、えー、ご紹介できればいいかなと思っています。こういうふうにあのあ、えー、実際にビルドしている間も他のところに行ってですね、もともと作っていたものとかを表示することができたりするということですね。でこれがあの実際に、えー、予測した結果という形になります。訓練済みのモデルという。 の画面になるんですけれども、まあ、第3ステップのアナライズのタブのところで、えっと、実際のモデルの精度っていうのが81%ぐらいになっていますよっていうことがわかるというところです。であとは、えっと、重要なこととしては、機械学習で見ていくものとして、実際にそのカラムが予測にどのようなインパクトがあったかっていうところで、インパクトのある変数を順番に並べてくれているっていうのが、左下のところで見ることができます。 で今回の場合、性別であったりとか、なぜかネームが入っているとみたいな話とかもあるんですけども、これは、まあ、ちょっとネームが入っているのはまた後になってくるんですけども、まあえっと、一応こういうふうに何が聞いてくるかっていう話があの見ることができます。まあ、非常に簡単ですよね、まあ。年齢とかで、あとはどのくらいインパクトがあったかとか、まあ、そういうのが見えるという話です。でここえっと、他にはこの えー、分析の画面においては、スコアリングっていう、えー、タブがあるんですけれどもス、スコアリングのタブで実際に、えー、と予測した値が合ってたか間違ってたかっていうのを、えーとまあ、シーケンスのグラフのような形で、えー、見たりすることもできますと。でもう少しあの、えー、コンフュージョンマートリックスとかで見たい。 という話があったら、アドバンストメトリックスっていうものを押して、まあ、こういうふうに、アキュラシー、プレシジョン、リコール、AUC、全部見ることができるというふうになっています。こんな感じですね。なので、何もあの自分でコードとかも書かなくても、このくらいのことだったら、どんどん、えー、キャンバス内でやってもらえるっていうようなものです。で、もちろんあの、ここで出てきた結果っていうものをプレゼンテーションで使いたいみたいな話が出てきたら、あのここで、ね、ダウンロードっていうボタンがあるので、ここの、えっと、が画像、 そのまんまこうダウンロードして、えーと、プレゼン資料とかに貼り付けることができるようになってたりするという流れになります。はい。で、えーと、じゃあ次なんですけれども、できたモデルでプレディクトしていこうということで、プレディクトをちょっと試してみようかなと思います。すいません、昔のやつが残ってたので。で、えーと、先ほどお話ししたんですけれども、プレディクトに関しては、バッチプレディクションとシングルプレディクションの2つがありますと。で、バッチプレディクションに関しては、えー、とテストデータを まあ指定してですね CSV ファイルとかを指定して、で、プレディクトを実行するっていうような流れになっていきます。まあ、今、プレディクションを実行しているような流れなんですけれども、418件のデータっていうものに対して、プレディクションを実行し、もう終わりましたね。で、その結果、実際にプレディクションとしてサーバイブするかどうか、0か1っていうものを予測しているっていうのが、パッと見ることができると。 で元々の変数、説明変数として詳したものはこういうものがありますよっていうのが、まあ、この右の方で見れて、で実際の確率ですね、えっと、プロバビリティ、プレディクトプロバーとかが、えっと、ここに出てきていて、まあ、76.3%ぐらいですよというか、ここで確認できるという形になっています。でもちろんあのこちらも CSV としてダウンロードして、実際にえっと、まあ、0になるか1になるかという予測結果というものを CSV で。 え見て、まあ、その後あの自分らの、まあ、今回あのタイタニックのデータなので施策とかは関係ないんですけれども、例えば、えー、とマーケティングとかであのコンバージョンしそうなユーザーとかの一覧ランキングを作って、その、えー、CSV でダウンロードして、その顧客リストに、えー、とコールしていくみたいなこととかは、ここら辺からできるのかなというふうに思います。でこれがバッチプレディクションとなっていましてで、もう一つシングルプレディクションですね。シングルプレディクションは、えーと まあこんな感じになっていて、実際にこう変数を入れていった場合ですね、ミスターさんとかこう、まあ、こういう、えー、ア,ンソアンソニーさんですかね、まあ、とか、あと、えーまあ、どのくらいのやつかで、まあ、実際にプレディクションとしてどうなったかっていうのは、えーまあ、これ、ノーになっているとかは出てきたりしますと。例えばなんですけど、これをです、ね、フィーメールに変えてアップデートするとか、まあ、こういうふうに一個一個あの変えて実行することができるんですね。 とかちょっとミスターじゃなくて女性にしてみようみたいな。で まあ、こう予測結果としては生き残りになるとか、まあ、こういうふうにあの細かくですね、あの一個一個の予測を実行できるっていうところですね。で、タイタニックのデータなんですけれども、結構、名前のデータを使うことによって予測精度がを上げられるとか、まあ、名前のデータだけで結構な予測をすることができるみたいな話もあったりするので、結構、ミスターであったりとか、ミセスであったりか、ミスであったりとか、まあ、そういうデータとかを引っ張ることによって、えー、と予測精度をちょっと上げることができるっていう。 ものがあったりするので、まあ、今回、それが、まあ、実際にあのデータを触りながら見ることができているっていうような形になります。で、何が言いたいかというと、ただ名前とかのストリングがあったときに、その中から特徴量抽出までやってくれるっていうところが、まあ、キャンバスのすごいところかなというふうに思っています。はい。で、ここまでが一旦の、えー、と予測の流れになってくるんですけれども、ちょっとあの違うデータでの予測とかも、えー、とお見せしようかなと思っています。で、例えばなんですけれども、えっ、ー、と、これ、あの、 つぼ、えー、単価ですかね、でえー、不動産のつぼ単価のデータだったりするんですけれども、えー、と今回、この不動産のつぼ単価のデータを予測するにあたって、緯、え、度、ー、まあ、経度情報であったりとか、あとコンビニエンスストア、コンビニがどのくらい近くにあるかであったりとか、あとは、えー、と駅が近いかとか、あとハウスエイジ、地区何年であったりとか、まあ、そういうデータを加わしてやった。 でまあ、ここは、この問題だとリグレッションになってくるんですけども、リグレッションとかの場合だと、まあ、こういうふうに表示されますというところですね。まあ、こんな感じに、あのリグレッションのときにどういうふうになっていくかっていうものを、まあ、それぞれの変数とかがどう効いていくかっていうのを確認。まあ、ちょっと詳細の説明は今回時間がないので、えー、省略させていただくんですけども、まあ、ここまでやってで、プレディクトっていうところで、実際の、まあ、シングルプレディクションとかを試してみるとか。 でまあえー、実際のツボ、まあ、単価で、えー、50.3ってなってるものが、えー、例えばですね、コンビニの数を3個にしてみようみたいな話で。でこういう操作で、な何があ、全然変わらなかったですね。何も変わらない。まあ、ちょっと変わってほしいんですがあんまり聞いてないから変わらないってことですかね。ハウスエイジを例えば100とかにしてみるとかですかね。 で、どのくらいの坪単価になるかっていうのを計算することができると。まあ、家賃の予測の問題とか、たまにあの実社会とかそういうところであったりすると思うんですけど、そこら辺の実際に構築したモデルからですね、で、そこから変数をポチポチ変えながら、どんな、大体いくらぐらいになるかっていうことを試すこともできるっていうものになります。非常に便利ですよね。で、あとちょっとあの今回紹介し 一つだけ、もう一つ紹介しておきたいなっていうところ、あ、まあ、二つですかね、としては、えっと、一応、バージョニングとかもできますと。こういうふうにバージョンを増やして、で、えっと、まあ、ビルドし直したりとかすることもできますと。で、バージョンの切り替えもかなりあのシンプルにできるので、前に作った機械学習のモデルがなくなるみたいなことは、基本的にはないですね。で、これであの終わっているもの、まあ、実際にこうバージョニングしてやっていくっていうような形ですね。 であったりとかあともう一つですね、えー、と補足になるんですけれども、まあ、ここは先ほどインポートデータっていうのは紹介したんですけれども、ジョインデータっていうのは紹介できなかったので、ジョインデータを少しだけ紹介しますと、でまあ、ジョインデータって名前から見てもらうとまり、えーまあ、データをジョインするものですと、まあ、SQL とかであるジョインと一緒ですね。ジョインも結構あのキャンバス上では UI で簡単にできますあこれちょっと前のやつが残ってたので消しますね。 で例えばなんですけど、ディスコンデディィススプテーブルかな、ディスポジションですかね、確かで、えっ、ー、とまあこのテーブルに対して、えっ、ー、と実際入ってるデータっていうのはこういうふうになってるんですが、ディスパー ID とかクライアント ID とかアカウント ID とか、まあちょっとあのデータを見ると、あクライアント ID とかアカウント ID って違うテーブルに紐づくんだろうなっていうのはわかると思うんですが、まあそれが別のテーブルとしてあったときに、アカウント ID とかを。この ボチボチっとあドラッグアンドドロップしてあげて、でこれでかかジョインすることができると。でジョインの状況件とかは、まあ、このところで見ることができて、まあ、どのキーでジョインしますかというのが見ることができます。でもちろん、レフト、ライト、アウターであったりとか、インナージョインということを、えー、見ることができます。でもう一つあの、複数のテーブルをジョインすることも結構簡単でしたね。 えっと、今回はあのアカウントと、えっと、クライアント両方を紐付けたテーブルを作る。ではそれぞれインナージョインにしておくというふうにして、新しくデータをインポートすることもできるというような流れになっています。はい。で、以上が、えっと、キャンバスの使い方はですねほ。ほぼこれだけといえばこれだけなんですよ。これ、今回の、えっとまあ、今回はご紹介するこの10分15分程度で、 ほぼほぼそのキャンバスの機能というのは紹介できているかなとは思います。まあ、このくらいシンプルに機械学習というのができるようなツールになっているということです。はい、では、続きやっていきますで。Amazon 政治メーカーキャンバスを使った感想なんですけれども、まあ、良い点としては、ですねやっぱりこうある程度前処理されたデータがあれば簡単にート m l が実行可能であるというところですねで。UI がかなりシンプルで、ドキュメントを読まなくても、まあ、ポちポちするだけで使用は可能です。 で複数のテーブルの結合、今お見せしたジョインですね、もう直感的にできますし、あとは学習済みモデルを使った予測であの変数を変えたりとかして、最後のプレディクトの部分なんですけれども、予測することが簡単にできるというところが良い点かなと思います。で、悪い点としては、学習に使うデータを条件を使って絞ることができない、まあ、カラムの削,削除が可能っていう。 のを書いてるんですけども、これはどういうことかというと、例えばですね、あの実際にトレーニングデータとかテストデータとか読むとき、まあ、トレーニングデータの方ですかね、に、例えばあの、えー、ハウスエイジが10以上のものだけを使って予測をしたいっていう話があった。まあ、そういうふうにこう絞り込みをしたいであったりとか、あと、えーっとまあ、目的変数が、例えばマルチラベルで A、B、C、D ってあったときに、A と B だけで予測をしたいみたいな話があったときに、だからそれを、えー キャンバス上で絞り込んで、えー、とトレーニングしたりすることができないっていうところが結構、ま、使いにくい部分かなというふうには思っています。 であとは、アルゴリズムの詳細が分からないっていうところはありまして、まあ、オート ML だから、複数のアルゴリズムでいいものを取ってきてくれるんだろうなっていうのは分かるんですけれども、実際にどういうふうになってるんだっけっていうのが、ぱっと見全然分からない。まあ、実際は、ピックルとかで、ね、S3 の方に吐き出されてたりするみたいなんですけれども、まあ、現状だと何も分からないっていうのは、まあ、少なくともキャンバス上だと分からないっていうところが、まあ、悪い点かなとは思います。ただ、えー、ビジネスパーソンとかにとって別に詳細なアルゴリズムはいらないですっていう話もも,もちろんあったりはするので、 そういう意味では高い予測精度ができるが保証,、えー、保証されるのであればそれはそれでいいのかなというふうに思っていましてだそこはあの、えー、と知るべき情報を知らなくていい情報というところで知らなくていい情報のところにも入,り入る可能性はあるというようなものですで実行、えー、環境の構築なんですけれどもロール作ったりであったりとかあとはですね、えーとまあ、先ほどバケットのパーミッションっていうのを変えるっていうのをやったとお見せしたと思うんですけれども、まあ、その部分で エンジニアの力を借りる必要はあるかなというふうに思っています。はい。まあ、ここまでが、えー、政治メーカーキャンバスの感想になりますと。じゃあ、えっ、ー、と、他のノーコードオートエメールとの比較、何なんなろうど、どうなんだろうというのがあるので、まあ、以前、あの日光前の勉強会ですかね、第5回勉強会でですね、えっ、ー、と、ノーコードオートエメールっていうもので、H2O フローを紹介しましたと。ちょっとあの動画とかは、えー、ここに。 YouTube にあるので、こちらの方で、えー、見ていただければなと思うんですけれども、まあ、かなりあの細かい設定ができますと。ここで絞り込んだりとか、どのアルゴリズム使ったりであったりとか、まあ、こういうふうにな,な,なものが、えー、ポチポチと、えー、コードを書かずにオート ML を実行できるっていうのが h 2 o フローですね。Jupyter ノー,ートブックベースで、その上に、えー、と UI が乗っかっているような形で、えー、オート ML を実行できる h 2 o フローっていうもの。まあ、あの興味のある方は、 過去の動画を見ていただくのがいいかなと思うんですけども、こう,、まあ、このこういうふうにできるものと比べてどうなのかというお話なんですが、えーっと、h 2 o フローの方がやっぱりこうやれることは多いですと、ね、細かく制御も可能です。まあ、コードは書かないんですけどね。だからただ、使いこなすためには h 2 o フロー、w、まあ、ちょっと訓練が必要かなというところがあります。なので、えーっとまあ、実際にノーコードで機械学習をやっていきたい方は、 はじめは政治メーカーキャンバスを使っていって、で物足りなくなったら H2O フローを試していくのがおすすめではあります。というところですね。はい。でここまでが、えーまあ、これが、えー、政治メーカーキャンバスの使い方のご紹介となりました。はいで。私の話は以上となります。ちょっと時間が長くなってしまったんですが、ここで終わらせ,たい終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。